開運ファンサロンカオリズムでは、会員の皆様が幸せな人生を過ごしていけるよう、開運につながる人生指南コンテンツや大殺界を正しく乗り越えるヒント、母和子との思い出話なども配信しております。また私が実際に使用している愛用品の紹介や会員限定イベントも行っております。ぜひ右上のリンクまたは概要欄からチェックしてください。こんにちは、細木かおりです。今日も YouTube チャンネル始めます。だんだん暖かくなってきました。花粉症の方はね、しんどくなってきたんではないでしょうか。さて今日は4月の各成人の月運について解説していきたいと思います。まず土星人プラス、土星人プラスの2023年の年運は健弱です。そして4月の月運は達成です。なんとなくね、年運が健弱ですので、皆さん体調に気をつけながら頑張ってらっしゃると思います。ですが、4月は達成ですので少し運気も上向いてきます。しかし達成好きだからといって、土星人は向上心が高く、こう高みを目指す人が多いので、あまり根詰めてしまうとダメージを受けることにもなりますので、体と向き合いながら日々頑張って過ごしてほしいなと思います。土星人マイナスです。土星人マイナスの2023年の年運は立夏、そして4月の月運は健弱となります。年運は今後の方向性を決め、そして今まで頑張ってきたことに花が咲く、そんな年ですけれども、4月はですね、ちょっとスピードを落とした方が良さそうです。やはり今まですごくこう頑張りすぎてしまったこと、そんなことが体に出たり疲れが溜まりやすくなったりするような月でもありますので、少しペースを緩めながら日々お過ごしください。金星人プラスです。金星人プラスの2023年の年運は乱気、そして4月の月運は再開です。精神的にこう乱れたり、なんとなくうまくいかない、モヤモヤしているなというような1年ですけれども、そんな中でも今月は再開です。明るくてポジティブな金星人、そして人の輪の中心にいるような金星人ですから、このノリを生かしてですね、今月は人との出会い、それを大切にしながら日々を過ごしいただきたいと思います。金星人マイナスです。金星人マイナスの2023年の年運は達成、そして4月の月運は乱気となります。金星人マイナスの方は12年に一度来る目的達成の年です。何かワクワクしている方も多いと思いますけれども、4月は乱気です。ですから今までこううまくいっていたこと、特に人との関わり方っていうのを今月注意する必要があります。そして何か始める場合は割と結果を早く求めがちですので、それに向かって頑張りすぎてしまうと、特にケアレスミスですとか、ちょっとした軽率なミスが後々つながってしまうということにもなりますので、そういうことを少し注意しながら過ごすようにしましょう。火星人プラスです。火星人プラスの2023年の年運は財政、そして4月の月運は安定です。今年はいろいろな人や物、そして頑張ってきたことがお金に結びつく年でもあります。そして今月は安定ですから、頑張ってきたことを味わえるような月になるかと思います。財を得たらね、今月いい時に貯蓄しておいたり、また人に還元したりっていうことを考えることもいいんじゃないかなと思います。特に何か得られるということを意識しながら生活していただきたいなと思います。火星人マイナスです。火星人マイナスの2023年の年運は再開、そして4月は財政となります。何か再びチャレンジするのに適している年ですし、目的達成できなかったことに再チャレンジするなんていうのには適した年です。そんな中でも今月は財政となります。特に年運も人とのご縁を大切にし、そして生涯において自分のメリットになるような人と出会える年でもありますし、今月得たものというものはこの先大切な財になる年でもあります。ですから何かスキルアップでしたりとか、資格取得なんか、そういうことをお考えになっている人は今月チャレンジしてみるといいでしょう。
天王星人プラスです。天王星人プラスの2023年の年運は陰影です。そして4月の月運は停止です。やはり今年からね、大作界に入りました。それだけでもどんよりしているのにもかかわらず、4月は作界月ど真ん中の停止ということになります。日頃から物事根に持たず楽観的に考える天王星人、前向きに明るくポジティブな天王星人、そして多くの人がいると輝く天王星人ですけれども、今月は少し低下しそうです。ですからあまり無理に人付き合いをしようとしたりですとか、人と関わろうとしてしまうとダメージにつながってしまいますので、自分が気が乗らないなと思ったら丁寧にお断りをしたり、自分を癒す時間ということを作ってみましょう。天王星人マイナスです。天王星人マイナスの今年の年運は安定です。そして今月4月の月運は陰影となります。今年はですね、頑張ってきたことを味わえるゆとりある1年となりそうです。しかし4月、今月は作界月の陰影ですので、あまり無理をしないこと、そして人と調和して協力をしながら進めていくっていうことが大切です。少し落ち込みやすいようなことも出てくるかもしれませんが、そんな時はですね、人に助けを求めたり、人と調和をとってうまくやるということを今月意識してみてください。木星人プラスです。木星人プラスの2023年の年運は減退です。そして今月4月の月運は朱子となります。大作界もね、まもなく明けるということで、ラスト1年、なんとなく少しずつ明るい兆しが見えてきているんではないでしょうか。そして4月はですね、朱子ですので、曇ってる中にも少しずつ前向きに始めてみようと。あまり大作界中ですので大きな環境の変化っていうことは好ましくありませんが、少しずつ来年朱子に向けて確実に進むために何らか始めておくということを意識するといいんじゃないでしょうか。木星人マイナスです。木星人マイナスの2023年の年運は停止です。そして今月4月の月運は減退となります。今月はですね、大作界の年運ど真ん中停止に加えて作界月でもありますので、少しどんよりした気分でいられるかもしれません。常日頃こう頑張りすぎて、そして特に自分のストレスを溜めやすいのが木星人の性質でもありますので、無理をせず今月は発散できるようなこと、そして自分の時間ですね、これを多く作るということを意識してください。水星人プラスです。水星人プラスの2023年の年運は緑星、そして4月の月運は立夏となります。だんだんね、朱子から緑星、種まいたことをしっかり大事に慎重に育てているっていうような年でもあります。その中でですね、今月は立夏ですから、何か始めたことっていうことをもう一度確認をしてみて、この先そのままいけるかっていう計画の確認を今月しっかりするということが大切です。ここで動くのが好きな水星人ですけれども、こういう幸運期の時こそ人に声をかけてみたり、人の輪に入ってみるっていうことをしてみましょう。水星人マイナスです。水星人マイナスの2023年の年運は朱子、そして今月4月の月運は緑星となります。大作界が明けて、なんとなくこう心晴れ晴れしくいらっしゃる方もいると思います。そして、先月に引き続き今月も幸運期、緑星の月ですから、今月はですね、スキルアップをすることだったりというかっていうことをお考えになった方がいいと思います。それに向けて着実に一歩ずつ進むということ、決して焦らないということですね。これを覚えておきましょう。各星人の4月の月運を解説していきました。いかがだったでしょうか。詳しくは六星占術によるあなたの運命の書籍にも書いてありますので、ぜひ参考にしてみてください。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。